しますけどね、それほどバタつかずにはできてますけれども、まあ、でも今のようなミスっていうのは、お高い、ここはスピード上げた、高いだ、高い折り返す、島屋、先制は山口、島屋が決めました、3試合ぶりのチームとしての得点、そして島屋は山口へ復帰しての初ゴールにもなります、島屋です。島屋が今これ中島さん、高井がこのスピード感持ってきました。そうですね、まあ、ここを一気に斜め前に入り込んでペナルティエリアに進入したのが大きかったですよね、はい、それによって大井選手が引き出されて、うん、まあ、これに対しても出してから島井選手出してからそこにスピードを持って入ってきてしっかり中も伺って少し浮かしたところもポイントでしたし、うん、まあ、非常にいいゴールでしたけれど、まあ、岩田としては少し中盤で山本浩介選手が山口